ミドリザイラーは日系ドイツ人バイオリン奏者であるベルリン古学アカデミーコンサートミストレースザルツブルクモーツァルテウム大学教授ドイツ人ピアニストを父日本人ピアニストを母として大阪府で生まれる少女時代をザルツブルクで過ごし同地でヘルムート・ゼトマイヤーやシャーンドル・ベーグにバイオリンを教わるその後 バーゼル音楽院で、アデリーナ・オプリイン、バーゼル・スコラ・カントルムで、トーマス・ヘンゲルブロックに指示。1991年より、ベルリン語学アカデミーに参加し、2000年以降、コンサートミストレース。2009年に、語学演奏と現代舞踏の融合を、ビバルディの指揮で試みた舞台パフォーマンスが話題となる。2010年から2013年まで、フランツ・リストバイマル音楽大学で、 バロックバイオリンとビオラ教授。2014年以降ザルツブルクモーツァルテウム大学でバロックバイオリン教授。2015年ザクセンモーツァルト賞受賞。2016年経典でのバッハー音楽祭にバッチコレクティブ音楽監督として参加。ありがとうございます。